福島県立図書館は、福島県福島市森郷寺西洋山一番地にある、福島県立の公共図書館である。忍三山六の福島大学経済学部森、豪キャンパス跡地にある。1927年、県立図書館設立が参次会に委任され、翌年予算案が議決、さらに翌年文部大臣より、設立認可が下り、福島市立図書館の増書、 設備を譲り受け、現在の紅葉山公園にあった、県物産陳列館を改修して1929年10月14日、開館した。当時の建物は1911年春光の木造モルタル3階建ての洋風建築で、東京国立博物館を模倣して作られた。1958年11月25日、市内、松木町に移転。 そして1984年7月22日に現在地に移転、開館した。松木町の建物は、現在は福島市立図書館となっている。調査などに必要な資料を探す手伝いをする、レファランスサービスを行っている。来館して、口頭、E メール、手紙、ファックスで受け付けてる。考え貸し出しは、県内に在住、通勤、通学中の人、 または、県内に帰省先がある学生が利用できる。利用カードを作成する必要がある。一人10冊まで15日以内で借りることができる。貸出期間中に申し出れば、予約されていない場合に限り15日間延長できる。日経テレコン21エルドブ第一法規法情報総合データベース、漢報情報検索が無料で利用できる。 広い県内の利用者を支えるサービスとして、県立図書館の資料を地元の図書館及び公民館を通して借りることができる。また、返却時も借りている資料を持ち込むことで返却ができる。県立図書館に所蔵している本や新聞などの中から、独自のパスファインダーを館内に設置、及びホームページで公開している。社会情勢の変化や新たな蔵書の追加などに合わせて、 適宜改定している。署名、著者名、出版社、出版年、NDC が掲載されている。また、関連するサイトも掲載されている。東日本大震災の被災、復興に関連する資料を集め、東日本大震災復興ライブラリーとして2012年4月28日より公開している。2016年現在、1万タイトル近くの資料がある。 鉄道路線バス、ありがとうございます。